だからです。はい。で、今日は韓国じゃねえ、間違えた、イスネギにいるんですけど、今日やりたいことは、チーズの棒ってあるじゃないですか。チーズ綿棒みたいな、チーズスティックみたいなやつが、なんか、前々の動画で、カクカクの動画で登場してきたと思うんですけども、ちょっと持ってくるんですけど、これ、なんか、家にあって、コストコで買って、軽いやつだと思うんですけど、これ。お、やべえ、油で揚げてありますっていう、日本語が書いてあるんですけど、日本語はちょっとわかんないんですけど、っていうことで、こうやって書いてあるので、今日は、これを、もう一回揚げてやりたいと思いますっていうことで、まあ、なんか結構なんかまだ残ってるね、結構残ってるんで、今日はこれを大食いしていきたいと思うんですけど、まあ、これだけ食べてると絶対もう食えないんで、自分食えないので、たくあんとか買ってきましたね。ポテトチップスもあって、食いたくなったらラーメンも食ってやろうかなっていう気分なんで、ちょっとめちゃくちゃなんですけど、っていうことで、ラーメンなんかね、あれ5袋入りなんで1袋残ってるんですよ。1袋残ったりして結構残ってるんで、あれを食べていきたいと思います。まあ余裕がなかったら全然食べないんですけど、っていうことで、あ、キッチン行ってきます。キッチンっていうことで、キッチンに着いたんですって。あんばということで、キッチンに着いたんですけども、ちょっと待って、まあいいや、はい、キッチンに着いたんで、もうなんか準備いいんで、僕準備いいんで、はい、コップじゃない、鍋にもう お湯じゃない、もう鍋にお湯入れて、沸かしてあるんじゃなくて、なんか温めてあるんですけど、180度でもう温めてあるんで、これ入れるだけですね、今回は。っていうことで、とりあえず入れていきたいと思います。中身がすごいこうなっててすごいんですけど、ほら、なんかポテトチップスみたい、細長いポテトチップスみたいな感じで、なんか揚げてあります。はい、二度揚げみたい、二度漬け禁止ではないんで、別に、まあ、揚げてもいいんだけど、いいかなっていう感じですね。ということで、ここに正式な作り方が書いてあるんですけど、まあこれでも揚げるって書いてあるんで、180度で3、4分揚げて1、2分置いてから召し上がりくださいみたいな感じでやっていきたいと思います。普段揚げ物とかしないんで、一切しないんで、ちょっとやり方が分かんないんですけど、揚げる方法、これブシャってやっていいの、分かんない、怖いんですけど、ちょっと怖い、ちょっと待った。ということで、はい、えいはい、これやっていきたいと思います。はい、揚げ物見たいと思うので、たくさんの人はあれがあると思うんで、気持ちみたいな感じがあると思うんで、ちょっと見せたいと思います。はい、ということで、はい、はい、こんな感じですね。はい、見てもらったら分かると思うんですけど、めちゃめちゃ難しいので、あっちい、あっちい、やばい、鍋の関係でこれぐらいしか入らないので、ちょっとこれだけやっていきたいと思います。ということで、これだけやっていきたいと思います。いったい、熱い、飛んできた、やばい、蜂蜜みたい、蜂蜜、見てもらったら分かると思うんですけど、なんか透明になってて蜂蜜ですね。やばい、電話かかってきて、どうしよう3分経たなくていけない、ちょっと後で電話したいと思います。ということで、めっちゃ綺麗じゃないこれ、揚げ物みたいな、揚げてるよみたいな、はい、何か揚げてるよみたいな感じで、めっちゃ美味しいですね。なんか砂糖焼いてるみたいな、砂糖焼いてなんかキャラメル作るみたいな、キャラメルソースみたいな感じで、すごいドロドロになってるんですけど、ドロドロでサラサラしてるんですけど、キャラメルソースみたいですね。ということで、とりあえず3分待ちたいと思います。おお、ちょっと待った手が脂っこくて困るんですけど、困る、めっちゃ電話来て、出たら爆発しちゃったやばいっていうことで、ちょっと取り出すんですけど、ちょっとエロいんですけど、これエロいんですけど、どうしてくれるんですかっていうことで、バンみたいな感じで爆発してるんで、ちょっとこれ食べていきたいと思います。ということで、ちょっと食べてきます、すぐ。っていうことで、これ作ってきたんで、これ食べていきたいと思うんですけど、これだとやばいそうなんで、たくあん、この白い方のたくあんついてきたことがよくあったんで、韓国でコーラがあって、であとはじゃがいも揚げたやつがありますね。ということで、これ食っていきたいと思います。はい、これ入れよ、とりあえず。よし、国内大根2色たくあんって書いてあって、国産だ、国内大根じゃない、国際大根とかある、国際大根みたいな、国際大根、これ先食べよう、美味しそうなんで、おいしい、ちょ、これいただきたいと思います。ということで、いただきたいと思います。うん、おいしい、うん、ふん、なんかやっぱおいしい日本食い、こうやって日本食いしていきたいと思います。はい、伸びない、全然伸びない、面白いから伸びない、なんかめちゃめちゃおいしい。どんなお味かっていうと、ちょっと甘くて、甘くてなんか焦げてるみたいな、甘くて焦げてるみたいな、まあ焦がしてからなんですけど、なんか前韓国のお母さんみたいなハンバーガー屋さんあるじゃないですか、あれのポテトと一緒で、なんかすげえブツブツしてるんですけど、中学生ぐらい、僕のおでこぐらいですね、これは。おでこぐらいブツブツしてる。
伸びた伸びた、ドラえもんじゃなくて伸びましたね。待って、ケチャップをかく。このソースめっちゃおすすめなんですけど、この辛いソースみたいな、いい感じに辛くなる、めっちゃ辛くなるわけじゃなくていい感じに、これも絶対美味しいと思う。こんな感じ。あー美味しい、すでに美味しい。うん、お味はっていうとちょっと辛くて甘くて、この部屋菌は熱くて油臭くて、部屋が油臭くて美味しいですねということで、これがいい感じ。やばい、うん、なんかなんかコーラ足りない。なんかどんなお味かっていうと、チーズ、四角い四角くチーズ切って衣をまぶして揚げたみたいな、はい、まあそのままなんですけど、ケチャップかけてみよう。あ、おいしい、脂っけ。これはどんな味かっていうと、甘くてなんかペプシーの方が甘い気がするんですけど、コーラよりお菓子みたいな、お菓子、ちょっとお菓子みたいな、駄菓子みたいな、美味しいですね。やばい、この組み合わせ美味しいかもしれない。このなんか何だっけ、これ名前忘れちゃったんですけど、なんて言うんだっけこれ、しらせ、わかんない、忘れちゃった。この組み合わせ美味しい。なんかケチャップほど大量に出てこないので安心ですね。こっちはどんだけ安心かっていうと、ガードレールみたいな、ガードレールぐらい安心ですね。はい、でケチャップもかけてみよう。ちょっとほらめっちゃ出てくるもん。どんだけ出てくるかっていうと、なんか蛇口みたいな、蛇口みたいですねこれは。やばい、ゲップ出た。おいしい、やばい、おいしい。これはどんな味かっていうと、甘くてちょっと酸っぱくておいしいですね。これって何出てきてるの、大根、わかんない。なんかちょっとキャラメルソースみたいな、キャラメルソースみたいな味はするんですけど、プリンではないですね。伸びない。おいしい。最後、白いなんか、白薄切りの大根、最後ですね。なんか、汁より黄色のちょっとなんか、あーな感じの方がちょっと味濃くて、美味しい。白の方が美味しいんですけど、正直。うん。ちょっと腐ってる系の味がしますね、黄色い方は。まああと2本になっちゃった、あと2本になっちゃった。あーきつい、お腹には来てないんですけど、なんか脂っこい、めちゃめちゃ脂っこい。ということでケチャップか、ケチャップの方が美味しいよやっぱ。おいしい、脂っこい。美味しかった。まあ最後はほら美味しい、食べ合った。どんだけ美味しいかっていうと、なんか美味しい、めちゃめちゃ美味しいみたいな。お味はちょっとチーズ、なんかチーズなんですけど、なんかちょっとポテトチップスみたいな、ポテトとチーズみたいな、ポテトチーズみたいな感じで、なんか確実に明日ニキビできるかなっていうお味はしてるんですけど、めちゃめちゃ美味しいですっていうことで、絶対ニキビできる。で次、なんかポテトチップスがあるんで、ここに西野薄塩って書いてあるんですけど、薄塩に2種類もないと、ない気がするんですけど、ちょっとよくわかんないですね。はい、やっぱ脂っこいばっかのばっかり、脂っこいやつばっかり、こんな感じ。やば、美味しい。正直これが一番美味しいですね、僕の中で。全然なんか2種類の牛塩みたいな、2種類の牛塩みたいなこと書いてあるんですけど、2種類の牛塩みたいな感じで2種類感じられないんですけど、美味しいですね、大量にあるやつ。うん、あともう一塊食べて、もうお腹いっぱいなんで、こんな感じ。やばい、かっぱえびせんみたい、これやめられない、止まらない。あれ無理ということで、ということで全部食べあったので、美味しかったですね、美味しかった。ちょっと高めなんですけど多分。ということでちょっと休憩したいと思います、ということで休憩 します。ということで、さっき食べてきたんですけど、やべ、ちょっとお尻触ってるっていうことで、さっきのチーズのやつめちゃめちゃ美味しいので、なんかチーズとポテトが混ざってるみたいな、チーズとポテトが混ざって上がってるよみたいな感じなので、チーズとポテトが混ざってなんか上がってる感じなので、すごい美味しいですねっていうことで、はい、多分あれ結構高めなんで、あんまり買うとちょっとお財布には優しくないと思うんですけど、美味しいので、まあちょっと一回買ってみてください。コストコに売ってるので、多分ネットでも売ってるので、あれ多分ネットで確認したら結構3000円ぐらいしちゃったんですけど、一袋。多分コストコ買ったらもうちょい安いと思うので、実店舗で買ったらもっと安いと思うので、買ってみてくださいということで、はい、ということで、なんかどれだけ美味しかったっていうと、めちゃめちゃ美味しいみたいな、めちゃめちゃ美味しいみたいな感じなので、食べてみてください。よかったらインスタグラムとツイッターフォローしてくれるとすごい嬉しいですということで、もうなんもないので終わりたいと思います。